さて、特集は記者の視点で社会や地域の話題を紹介していきます。記者プレ、今日は阿部記者に伝えてもらいます。はい、4月2日は世界自閉症啓発デー、そして今週は発達障害啓発週間です。皆さんは自閉スペクトラム症をご存知でしょうか。対人関係が苦手だったり、強いこだわりがあったりする発達障害の一つで、特性の強さや現れ方は一人一人異なり、生活に支障をきたすケースも少なくありません。周囲のサポートで本人の生きづらさをどう減らしていけるのか、障害と向き合う家族の姿を追いました。おかえり。はい、はい、じゃあ靴脱ごうね。はい、うん、石川ひろみさん。食べる練習してる。福島市の自宅で夫と高校3年の施設さんと3人で暮らしています。施設さんが生まれたのは2005年。1年が過ぎた頃、周りの子どもと比べて成長が遅いと感じるようになりました。言葉が話せない、目線が合わない、最重度の知的障害と自閉スペクトラム症と診断されました。じゃあテレビ見る。はい、引っ張らない引っ張らない引っ張らない、だよ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫大丈夫、はい、はいはいはい、テレビ見たいのかもしれないですね。かけてほしいっていうサインだったのかな。大丈夫大丈夫ね。伝わらないので、こう大きい声を出したり、動き回ったりして、相手にこう一生懸命伝えようっていう気持ちの、行動ですね。これかなあれかなっていうことで、一つ一つなんか石を確認するっていうのか、一回一回こう確認して、で一緒に探していくっていうか、これがまあ日常的な、そのうちのその家族のコミュニケーションの仕方になります。はい。かつては他の子どもを見るたびに引け目や劣等感を感じていた石川さん、その考えを変えるきっかけとなったのが、すべての子どもたちを肯定し尊重する北欧の考え方を取り入れた療育機関の先生からの言葉でした。ステ君は素晴らしい存在なんだよって、生まれてきてそれだけでも素晴らしいことなんだから、お母さん認めてあげてっていうふうに言われて、障害があってもやっていけるんじゃないかっていうところで、少しずつ受け入れられるようになってきたっていうところがあります。福島市内の特別支援学校に通う施設さん、7月に修学旅行で東京ディズニーランドに行くため練習を始めたことがあります。はい、はい、着いたよ、降りよう、ね、はい、じゃあお買い物しようね。はい、行こう。はい。多くの人とさまざまな音が響く場所でパニックを起こさないでいられるか、車椅子に乗るのにも理由がありました。歩く動作と物を買う動作っていうのをいっぺんにこう処理できないので、まずは歩くっていうところは補助的に車椅子を使って、自分でこう見て好きなものを選ぶっていう動作をこう優先して、パニックを起こさないで楽しく自分のものが買えるようにっていうふうに。キュウリは？キュウリ食べる？いらない？はい。
この日は買い物客の多さや店内の音楽に少し不安そうな表情も。自分がなんかどこにいるんだろうとか何が起こるんだろうって不安いっぱいだと思うんですけど、大丈夫だっていうところの経験を積み重ねて、で楽しんできてほしいなと思います。ね、ジュース。2泊3日の修学旅行に保護者は付き添いません。すいません。石川さんと千世さんにとっては大きな挑戦であり、その先にある自立の道への一歩になります。じゃあ食べよう、ご飯だよ、食べよう、ね、はい。じゃあこっちがね消して、よし、はい、じゃあ食べようね、はい、はい、あ、もう食べちゃった、ごめん、まだ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 、ちょっといただきますしてからね、フローして、はい、フローして、はい、はい、いただきます。はい、うん、この17年間不安や悩みで押しつぶされそうになる時もありました。うちのね息子が生まれてこなかったら、とこの大切さっていうんですかね、支え合いとか助け合いっていう気持ちがこんなになんか大事なことなんだなっていうことに、まあ、気づけなかったので、なんか生まれてきてくれてよかったなって今思います。支えてくれた人への感謝の気持ちを抱く一方、障害者への対応は地域、教育現場、社会で大きく分断されていると感じています。障害って聞くとどうしてもなんか、車椅子に乗っていて、こう一般の生活はなかなか難しい方なのかなっていうふうな捉え方をしていたんですけど、今はその障害のある前に人だって思うんですね。社会の方でその一般って言われてる生活っていうね、社会に標準がなってると思うんですけど、でもそれは社会側でそういうふうに決めてるだけで、社会側がもう少しこう歩み寄って、でその子たちに合わせられる、そんな社会になってくれたらいいのかなっていうふうに思います。日本の障害者政策については去年国連が改善するよう勧告しています。はい、例えば教育面では通常の学級と分離されている特別支援教育の中止を求め、障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育の方向性が示されました。国の政策だけでなく社会を作る私たちの心に分断、差別の目はないか考える必要があるとも感じます。